フランスベッドの画期的な新商品、センサー付きいびき軽減枕 V1 をご紹介します。フランスベッドではいびきの音を感知することにより枕をブルブルっと振動させて寝ている時の姿勢の変化を促し、いびきの軽減を目的としたセンサー付きいびき軽減枕 V1 を開発いたしました。日本のいびき人口は約2000万人と言われています。家族や一緒に旅行に行った人から昨日のいびきがうるさくて眠れなかったとか言われたことがありませんか？自分で気づかなくても隣で寝ている人には迷惑この上ないいびき、他の人の睡眠を妨げるだけでなく自分自身の疲れもたまります。いびきは本人が寝ている時に書くものなので、自分がいびきを書くのかどうかすら自覚できない場合もありますね。あなたの周りにもいびきの音で悩んでいる人は多いのではないでしょうか。そもそもいびきはなぜ書くのでしょうか。起きている時の気道は筋肉でしっかりと支えられていますが、睡眠中は気道の周りの筋肉が緩みがちです。その狭くなった気道を空気が通るときに周辺の粘膜を振動させいびきが出ます。最近よく聞くメタボリックシンドローム、肥満傾向の方は外側だけでなく体の内側にも脂肪がついて気道を狭くする場合があります。さらに仰向けで寝ると気道をより狭くしてしまいますので、いびきをかきやすくなります。肥満傾向でない方も仰向けで口を開けて寝ていたり疲れていたりお酒を飲んだ日などにも筋肉が緩みがちなのでいびきをかきやすくなります。隣でいびきをかいている人に指で軽くつっついたり押したりすると、一時的にいびきが止まったり横向き寝になってしばらくいびきが収まる場合がありますよね。フランスベッドではここに着目しました。枕に内蔵されたマイクからセンサーがいびきの音を3回検知すると振動子が振動します。振動は最初は弱く、それでもいびきが止まらない場合は自動的にさらに強くなります。振動の強さはあらかじめ強、弱、キルに設定できます。強はどちらかというと熟睡する人、弱は眠りの浅い人、キルは振動が煩わしくなった時に設定してください。いびき検知の感度を低、中、高と3段階から選んで設定できます。内蔵センサーはいびき音以外の音にも反応する場合があります。寝室の状況により選択してください。枕には寝返りを検知するセンサーがついていて、枕に頭を乗せて寝返りをすると寝返り後30秒間は振動しません。枕素材はしっとりとした弾力性がある低反発ウレタンフォームを使用していますので、頸椎のカーブにもソフトにフィットします。枕は図のように高い方を振動子が首に当たるようにセットしてください。お持ちのレコーダーにつなぐことによって録音することができます。自分のいびき音のレベルを確認したり、この枕の効果を実感するのにも便利な機能です。電源切り忘れタイマーを内蔵、8時間が経過しますと自動的に電源が切れます。いびきは病気ではありません。ですから治すのではなく、この枕を使うことによりいびき軽減に取り組んでください。フランスベッドのセンサー付きいびき軽減枕 V1 でいびきの軽減を図り、健康的で快適な眠りの習慣を身につけてください。